はい、皆様こんにちは、加代真理乃でございます。本日はですね、弁護士人気の凋落が続くということでね、マネー現代さんに掲載されていた記事ご紹介していきたいと思います。先日もですねちょっと取り上げさせていただきましたけれども、司法試験合格発表ありまして、まあずっとですね合格者数は減り続けていると。で、今年2022年の合格者数は1403人になりまして、これで7年連続の減少になっている。で、政府の合格者数の目標は1500人を政府は、ね、目標に掲げてますので、この1500人以下に今年もなってしまったということなんですね。で、弁護士、まあ、司法試験のですね合格発表の日ですね、9月6日同じ日にですね札幌弁護士会が直ちに声明を出しています。内容としては合格者数を直ちに減員をしてほしいという内容だったんですね。今政府目標は1500人というのを掲げていて、今年1400人、これでも合格者数が多すぎるというのが札幌弁護士会の意見であったと。で、民事事件に関しても2009年がもうピークになっていて、今のやっぱりこう状況を考えるとですね、弁護士があまりにも多すぎるということで減員を求めていたと。で、まあ、司法試験に関してはですね、これまでもいろんな、まあ、話がですね取り立てされていて、まあ、皆さんも知っているように法科大学院ですね、司法改革の中の法科大学院、これがですね多様性を求めるというところでできた制度で、法科大学院に行くと、まあ、高確率の合格が見込めるということでスタートした制度なんですが、なんとですね法科大学院の中でも今年は23校ものですね法科大学院が1人も合格者を出せていないという状況になっているんですね。で、一方で、まあ、予備試験の方ですね、法科大学院に行かずしても司法試験を受けることができるこっちのルートの方は合格率が 3.99% ということで、まあ、非常に低い合格率であります。で、予備試験結構ね、まあ、難しいので予備試験に合格するともうほぼ司法試験に合格したのと同義であるというぐらいの、難易度を、まあ、持っています。で、ただやはりですね法科大学院というのを広めたい、まあ、いろんな目論見があって、司法改革をしたわけですから、予備試験の合格者を増やすわけにはいかないんだけれども、予備試験を受けていく人がやっぱり増えてきてしまっているということで、かなりですね、当初の制度趣旨とは逆行しているような状況が続いているということなんですね。で、まあ、結局どうしていくべきなのかって話なんですけれども、まあ、確かにですね民事事件、まあ、裁判だけにおいて、見るとですね、確かに弁護士っていうのはそのパイの奪い合いみたいな状況がやっぱりあって、食えない弁護士とかね言われてるわけですよね。今、先日も新人弁護士がね年収200万円以下だっていう話がニュースになってましたけれども、ただでもやっぱり弁護士になって、別にまあ司法試験を受かって弁護士やらなきゃいけないってわけでもないと思っていて、企業でも活躍している弁護士とかねたくさんいるわけですよね。私としてはというか、そのまあこの記事の内容としてはまあ、弁護士会自体はとにかく人数を減らしてくれっていうのを言ってるんですけれども、そうじゃなくてやっぱアメリカとかでもそうですけど、入り口広くしてですね、その後やっぱり競争させるべきなんじゃないかっていうような見解も実は世間は持っているわけです。まあ、もっとその何ですかね、危機感を持つといいますか、競争社会の中でやっぱり本当にいい弁護士っていうのは生き残っていけるわけですから、まあ、必要とされるかどうかっていうのはその人自身その人次第ですよね。で、別に弁護士やらなくても司法試験に受かったっていう実績を使ってですね営業してもいいし、会社の社長やってもいいわけなので、まあ、そこまでその合格者数を減らすことにこだわる必要は私としてはないんじゃないかなとも思ってますし、まあ、この記事もねそういうふうに書いてありました。で、確かにですね今いる弁護士さんとかは絶対減らしてほしいと思うわけですよ。これもちろん既得権益なわけですから、資格がなければできない仕事がいっぱいある中で、それをできる扱える人が増えていくっていうのは今既存の弁護士からしたらすごく嫌なことではあるんですけれども、でも社会全体の要請としてはやはり競争社会にさらされることで、本当にいい弁護士、そうじゃない弁護士っていうのがやっぱり出てくるっていうのもあるかと思いますので、まあ、どっちのなんていうのかな、意見も分かるっていうようなねそういう感じかなと思いました。ちなみに私、司法書士ですけど、司法書士がじゃあ緩和されるって言った時に、どう思うかって話なんですが、まあ、確かにですね、そうなると登記業務は厳しいなと思うわけですよ、単純作業の。だけど、いやもっと他の業務で、全然私にしかできない仕事、コンサルっぽい仕事とか、もっと今だと金融の勉強とかしてるし、ストックオプションとかね、そういった専門性高いこと、何か一つ絶対見出せる自信があるので、別にそこに関してはそんなに危機感ないのかな。だから私は司法書士の自動化ツールなんかも、特に危機を覚えるなことはないかな。ただ EAJ とかのように民間企業が事業を支配するような構図に関しては非常に危機感を覚えるっていうところですね。なので、まあ、ここはもう明確にやっぱ違うわけですよ。だから、まあ、こういった弁護士の、ね、人数、まあ、今後ももしかしたらこの弁護士会の意見聞いて政府がねさすがに減らしていこうってことになるかもしれませんけれども、まあ、一つやっぱり既得権益側から見る、弁護士の人数の多さと、世間が考えるその弁護士に求める、まあ、競争的なものっていうのは、結構乖離があるのかななんていうふうにも、まあ、ちょっと思いました。はい、まあそのような形でですね、弁護士人気の凋落が続いているわけですけれども、弁護士さんは本当にピンキリですから、本当にいい弁護士さんもいらっしゃれば、もうなんでこの人弁護士なのっていうような人もやっぱりいるわけですから、それはそれでいいんじゃないでしょうかというところでございました。はい、ということで、事業はね、皆さんやっぱり競争にさらされて期間を得ていくべきっていうのは、別に弁護士じゃなくても私はどの事業もそう思っています。ということで、皆さんもぜひ何か意見があればコメント欄に書いていただければと思います。ということで、本日は以上でございます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。